ここは岐阜県の多治見市、焼き物の町です。次は何を作るんだ？次はね、ブンブン、何にも浮かばない。お久しぶりね、青木さん。落ちたぞ。私の名前姫だ。頑張って金貯めて多治見来たよ。初めてなんだ。エクセレント。すぐに分かる。なんだかみんな頑張ってるな。私にとっての陶芸ってなんだろう。重ねながら私もいろいろ歩いてみようかな。多治見橋から時川に月が映ってるの見られたら夢が叶うんだって。広がる世界、好きになったもの。風が違うと音が違う。優しい音。